私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。森七名のファッションセンスは独特？森七名がお笑い芸人みたい。CDTV 衣装に視聴者騒然。確かに、ランジャタイの国崎は黄色のジャージを舞台衣装として着用しています。国崎曰く、ジャージを舞台衣装にしたのは年齢を重ねても着れるからとのこと。独特な理由ですが、今では国崎のトレードマークに着用しているのはガッチャマンのコレクターズアイテムで、今回森が着用していたものとは別物です。しかし黄色のジャージに青のラインが入っているデザインは、パッと見では判別がつかないほど似ていましたね。この日の放送で、森はカバー曲、スマイルのフルサイズをテレビ初披露。8月31日に誕生日を迎えたばかりの森は、21歳になって初めての生歌披露となった。9月5日に放送された CDTV ライブ TBS 系2時間スペシャルに俳優で歌手の森七名が登場。元気いっぱいに生歌を披露したのだが、ネット上では歌よりも彼女の独特の衣装が話題になっていたようだ。この後 TBS CDTV ライブにてスマイルフルコーラスで生歌唱します。お楽しみに。しかし SNS 上で話題になっていたのは歌ではなく彼女の衣装。一見可愛らしい黄色のジャージなのだが、一部のユーザーからお笑いコンビランジャタイの国崎和也のようだとツッコミの声が上がることに。森七名のファッションセンスは独特？ランジャタイをよく知るファンからは、森七名ちゃんランジャタイ好きなんかな？ランジャタイの国崎和也を彷彿させる森七名。お笑い好きの私には今日の森七名ちゃんの衣装がランジャタイ国崎さんにしか見えなかったよ。森七名の着てるジャージがどうしてもランジャタイ国崎にしか見えなくて、そこから脳内にランジャタイがずっといる。七名ちゃんのジャージはランジャタイ国崎のお下がり？といったツッコミが続出していた。衣装でファンを驚かせてしまった森ですが、以前にも衣装関係でネットを騒がせたことがありました。2021年12月にミュージックステーションテレビ朝日系に出演した際、白地に黒い虎縞模様が入ったセーターを着用。腰まですっぽり隠れる丈のセーターをインすることなく、真っ赤なチュールスカートと合わせていました。この時は、森七名ちゃんは可愛いんだけど、なぜこの衣装？森七名ちゃんの衣装って可愛いの？すごく太って見えるんだけど、など、センスを疑われてしまっていましたね。個性派ファッションを貫きたいのかもしれませんが、お世辞にも万人受けするセンスではなさそうですね。ちなみに国崎の誕生日は、森の誕生日と3日違いの9月3日。もしかすると、本当に森は国崎のファンで、誕生日を祝うためにジャージを着用したのかもしれない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。